はい、どうもこんにちは。今日はこちらの問題です。山梨大学医学部の出題ですね。X の2014乗を、X の4乗足す、X3 乗足す、X2 乗足す、X 足す1で割った余りを求めようといった問題です。まあ、正式の乗与の問題ですねで。普通に割ってもできますけど、X の2014乗ということで、えー、かなり数が大きいので大変ですよね。ですのでちょっと工夫してやっていくということですね。 で、え、こちらなんですけれども、これで割ると。で、これ式の形見たときに、思い浮かびますかね。こちらを思い浮かんでほしいんですけど、これは、x の5乗マイナス1を x、x マイナス1で割ったときに、できる、え、正式ですね。これが出てくると。これを、まず思い浮かべてもらえると、いいかなと思いますね。 もしこれが思い浮かばなかったとしてもですね、これは初項が1で項、こう、公比が x ですね。要するに、かける x、かける x と。x 倍、x 倍となってますよね。ですので、これは初項が1で、公比が x の5個ある、え、等比数列の和、だ等比級数ですね。となっていると。ですので、等比級数ですので、これ求められますよね。 初項が1で、公費が X の等比級数なので、えー、X-1 分の初項が1、で、公費が X で、1、2、3、4、5個あるので、X の5乗マイナス1と。こんな風にやって、で、ここから X の5乗マイナス1は、これが出てきますよね。まあ、こんな風にやって出してもいいし、まあ、これ見た瞬間にこれを思い浮かんでほしいなというところですけれども、まあ、とりあえずこれ、えー、ここまでいいですかね。 で、えー、っと、求めたいのは、これで割った余り、この式で割った余りですので、これですよね。これで割った余りを求めたいと。で、X の2014乗ですので、えっと、余りを求めたいということなので、あの、もっとえっ、ー、とを使いましょうか。そうするとですね、えー、っと、 x の5乗。これはマイナス1をこっちに移行して、x の5乗イコール、x マイナス1の x の2乗足す x 3乗足す x 2乗足す x 足す1で、こっちに1マイナス1を移行してプラス1になりますよね。ですので、えっと、これはモットを使って表すと、えっと、こうなりますね。えっと、x の5乗を はえっと、1ですねこれで割った余りが。m ッ d x の4乗、x3 乗、x2 乗、足す x たす1、えー。これで割った余り。この式で割った余りは、x の5乗っていうのは、1になりますよね。x の5乗っていうのは、これで割った余りは1ですね。ですので、x の5乗をお合同一と。合同式ですね。1になりますと。 で、えー、求めたいのは X の2014乗なので、X の2014乗っていうのは、X の5乗を、えー、っと、4 0二二2乗か。5乗の4 0二2乗をすると、2010になりますね。2010乗。これは1を402乗しても、1ですね。変わらないと。つまり、X の5乗を4二0 2乗したら1。 で、そうするとこれがここでかけると2010が出てくるので、あと4個残ってますね。2014の。で、X の4乗。だから、X の4乗ですね。X の2014乗っていうのは、これに、X の4乗に、これをかけたもの。こう表せますよね。こ,こ、ここの部分は今言ったように1なので、これはつまり、X の4乗と一緒だと。 ですので、X の2014乗っていうのは、X の4乗と一緒なわけです。余りが。これで、もっとこれで見たときにですね。これで割った余りは、この式っていうのは、X の4乗と同じですよ。と。あとは、X の4乗をこれで割ってやればいいですね。ですので、X の4乗っていうのは、もうあと数がちっちゃくなったので、普通に割りましょうか。 えー、x の4乗足す、x3 乗足す、x2 乗足す、x 足す1。で割ると、まあ、あマイナス x3 乗、マイナス x2 乗、マイナス x マイナス1が出てきますね。これで消えていけば、x の4乗になるので。つまり、この式で割った余りは、え、これですね。ということで、答えは、x の14乗を割った余りっていうのは、これになります。マイナス x3 乗、マイナス x2 乗、マイナス x マイナス1と。 いうことですね。はい、以上です。ありがとうございました。